さあ本日も牧場物語やっていきましょうか。牧場物語をやっていくと見せかけて、今日はねちょっとねルーンファクトリーの話をしていきたいと思います。でなんでルーンファクトリーの話をしていくかというと、まあ発売日が近づいてきてるっていうのもあるんですけど、最近ねルーンファクトリーのシリーズ公式のツイッターがね割と頻繁にツイートしてるんですよ。あとはね公式ホームページにも頻繁に更新が入っているということなので、今日はね最新情報のチェックを皆さんと一緒にやっていければなと思いますね。でまずは画面共有するのでこちら見ていただきたいわけなんですけど、まずね公式ツイッターからですね、まあ、こういった形でね結構頻繁にツイートされてるんですよね。2日おきぐらいにツイートされてんのか、すごいな、意識高いねまあ言ってもね発売日までまだね約2ヶ月ぐらいあるんですけどね。いやーこれはね非常に期待できますよ。でこちらのツイートでは、畑に種を植えたらきちんとお世話忘れずに毎日上路で水をあげましょう、株さん株さん大きくなあれと、まあこういった文言がありますね。でまずこっち見ていこうか。よし、せっかくなんで映像も見ていきましょうか。さあ最新映像ですよ。おーなるほどね、はいはいはい、なんかちまちま水をあげてますね。で、やっぱりね、気になるのがでかい株ですよね。まあ、でかい農作物って言った方が正しいだろうか。で、普通のノーマルの、まあ、株もあるんですけど、ピンクの株もあるっていうことが、この映像から確認が取れますね。今作は具体的にピンクと白でどう違うのか、まだ判明してないんですが、おそらく今後判明していくでしょうね。で、あとは3月の17日になんかね、更新情報。本日公式サイトを更新しましたと、まあ、こういった形で書かれていました。で新たなアクションシードサークルなどのバトルシステムと町の住人の最新情報を公開しましたと、まあ、こういった形で書かれていますと。なので今からね公式ホームページ確認していきましょうか。そして公式ホームページに飛ぶとまたまたねムービーを見ることができるので、こちら見ていきましょうか。いやーだけどリアルやな、オリーブタウンと希望の大地と全然違うね。で、免許とかお祭りとかなんかいろいろあるね。新型リュックの開発とか。おー、今ジャンプする必要あったか。リュックが大きくなったよ。今ジャンプしただけで大きくなったけど大丈夫か。では、詳しく見ていきましょうか。まずはね、この画面なんだけど、メイキングをさせてほしい。あとは難易度を変えたい。やっぱりやめますっていう選択肢があります。で、まずメイキングをさせてほしいっていう選択肢があるわけなんですが、こちらを選択すると、免許、お祭り、お祭り中止、開発、この4つの選択肢が出てきます。でまず免許に関しましては、家事や料理の作業台を使えるようになるみたいです。これかなりでかいですよね。これはぜひ覚えておく必要があるのかなと思います。この文言からね免許が非常に重要っていうことがわかりますね。であとはお祭りなんだけど、お祭りに関しましてはどうやらですね、開くお祭りは季節によって変わるみたいです。で、このお祭りね、開催できるっていうことなんですが、具体的に開くことによってどう変わるのか、ちょっとわかりませんね。現時点では。ただ、ここもね、結構重要になってくるんじゃないかなと思いますね。で、その下のお祭り中止っていう選択肢があると思うんだけど、これに関しましては、まあ、単純にお祭りを中止できますと。はい。まあ、そういったお話ですね。次、開発なんだけど、この開発ね、すごく重要なんですよ。で、なんで重要かというと、リュックを大きくしたり、あとはね、家具の拡張もどうやらできるみたいなんですよ。まあ、家具の拡張って具体的にどういうことって思うかもしれないんだけど、まあ、とりあえずね、拡張できるみたいなんで、ここはね、ぜひ覚えておく必要があるのかなと思いました。あとね、リュックを大きくするのって、ルーンファクトリーだけじゃなくて、牧場物語シリーズ全般的に言えることなんだけど、まあ、すごく重要なんですよね。やっぱリュックを大きくすることによって、様々なアイテムを保持することができるから、ここはねぜひ最優先にやっていきたいところですね。なのでぜひね皆さんここ覚えておきましょう。そして最初に戻ってきたわけなんだけど、難易度を変えたいっていう選択肢がここで存在しました。でこの難易度を変えたいっていうところなんだけど、おそらく優しいモードと普通モード2つのモードが存在して、で優しいモードで飽きてきたなと思ったら普通モードに変えることができて、なおかつ普通モードから優しいモードに変えることもできるということですね。最初普通モードにしたけどちょっと厳しいなみたいな、そう思う人はぜひねここで難易度を変えてみてはどうでしょうか。まあそういったところでこの映像からもね様々なヒントが得ることできます。はい。でここはさっきねムービーで流れてたところで、リュックを実際に大きくしたところですね。でこのなんかおじさんなのがなんかわかんないけどさ、これはちょっとわかんないですね。まあそんな感じですと。
で、シード隊員の心得外伝ということで、リグバース署内のマスコット、セントイライザに話しかけましょう。なるほどね。このなんかダンディーなおじさんみたいなやつはマスコットで、名前はセントイライザっていうらしい。で、依頼を解決すると手に入るシードポイントを使って、街での暮らしを豊かにしていくことができますと。なるほどね、ここもすごく重要ですね。で、こちらに関しましてはさっき言っていた話です。畑に種を植えたらきちんとお世話をせずに、毎日浄瑠璃で水をあげましょう。株さん株さん大きくなれと。はい。まあ、牧場物語やってる方であれば、まあ、高齢じゃないかな。作物を育てるんであれば水をあげないといけない。ここはでも常識なんでね。で、あとはね、建築家のパルモクレアシード・ビビアージーっていう、なんかもうすごい名前の子がいるんだけど、これ何これ読みにくすぎるんだけど。まあ、とりあえずね、建築家のこの男性、男性の方がいらっしゃるみたいですね。で、このパルモさん以外にルカっていう人もいるんだけど、この方とどうやら指定関係にあるみたいなんですよ。で、このリクバースの建物っていうのがね、なんとね、この人がほとんど建ててるみたいなんですよね。すごくないか。一流建築士じゃねえか。なので、このパルモっていう人も相当重要な人物になってくるんじゃないかなと思いますね。しかもね、こちら見てください。ただの町の大工ではなさそうですと書かれています。なので、こちらの映像もね、確認していきましょうか。おー、なんかすごいな。口癖がすごくないか。ますよって何？うわ、映像綺麗。立ちいいね。おお、明日から本気出す。なんか、その言葉は昔聞いたことあるな。なんかのアニメかドラマで聞いたことあるぞ。まあ、あえて突っ込まない方向で行きましょうか。なるほどね。はいはいはい。まあ、そういったところでね、まあ、さっき出てきたパルモさんは、結構気さくなキャラっていうことがわかるかと思います。なかなか個性的な喋り方してますよね。まあ、僕個人としてはね、非常に好きですよ、このキャラは。うん。まあ、そんな感じかな。で、シードサークルに関しては、確かね、前の動画でも語っていたと思うので、ここは割愛させていただきましょうか。で、あとね、主な登場人物のところで、なんか更新があったと書かれていたんですが、具体的にどこに更新があったんだろう。ちょっとそこ気になるよね。なんか具体的に、どこに更新があったのか、ちょっとわからないんですが、まあ、とりあえずね、更新があったみたいなんで、ぜひね、皆さん、見てみてはどうでしょうか。絶対ね、これ、牧場物語をやってる人であれば、ハマると思うんで、ぜひね、プレイしていただきたいですね。まあ値段もね、そこまで高くないと思うんで、もしね、お金に余裕がある方は買ってみてはどうでしょうか。あとはね、この公式ホームページにも様々なヒントが隠れているんで、こちらのホームページを見てみるのも結構面白いんじゃないかな。そう、ルーンファクトリーのホームページってさ、結構ね、ボリュームがあるんですよ。見ていて飽きないですね。しかもね、なんといっても絵がめちゃくちゃ綺麗なんだよね。オリーブタウンと希望の大地も面白いっちゃ面白いんだけどさ、ルーンファクトリーファブともう全然違うんだけど、グラフィックが全然違うよな。うん。まあ、オリーブタウンと希望の大地になってから確かに進化しているんだけど、ルーンファクトリーファイブすごすぎないか。ボリュームがすげえよな。いやー、やばいね。楽しみだな、ルーンファクトリーファイブ。早く出ないかな。5月20日っていうことなんで約2ヶ月後ですよ。僕もね、バリバリこのルーンファクトリー5やっていく予定になってるんで、ぜひね、これを機会にチャンネル登録も皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録してね、ぜひルーンファクトリーの動画も見てください。まあ、投稿するのは2ヶ月後になると思うんですが。ただまあ、それまではね、オリーブタウンと希望の大地とかをのんびりやっていくって感じになるかな。あとは集まりもやりながらみたいな。まあ、そんな感じですかね。はい、ということで、長々と喋ってきたんですが、今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。